どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。いやーちょっとね、今五右衛門ジャパン VS ハルパパアトマーククラクラ TV 11対14、ちょっとですねこちらが劣勢という形でございます。いやタウンホール9とね、タウンホール9ですね、タウンホール9の配置が本当にうまくて、まあちょっと負けております。いや本当にうまいですね配置が、そして攻めもうまいんですよ。ハルパパさんのクラン強い。はい、ということで私ハルパパさんのところですね、ルール上攻めなくてはいけないんですね。ハルパパさんのクランを1回目の攻め、あクランというかハルパパさんの村ですね。これハルパパさんの村2ヶ月経ったらなんか強くなりましたよね。なんかアチャタはカンストしてるとやっぱ威圧感っていうのが生まれてくるのかなと思います。そして編成はこちらでいきます。5レ6でいきたいと思います。ウィザード多めでまあいけるかなと思いますのでいきたいと思います。私はいける、私は強い。アイアムレジェント、アイアムレジェント、アイアムレジェント、よっしゃ来たー、来たよ。ですね、いきますね。よいしょ、まあ一応もう一体投げといて、ですね、基本的には相手の援軍をですねそっちに投げておきたい。ジャンプ打ってジャンプ打ってこれ出して出して出して、どっちに出せばいい、出してどっちに出す、押してもうサイド、強烈なサイドカットしてババキン出してアチャクイにかけたい。まだフリーザー打たない。そしてここら辺で隠してすら巻き込みつつの、よし。そしてどうよ、ちょっとゴレ左に逸れすぎだなお前、ちょっとゴレさん。そしてはい、さっさと破壊しよう。はい、オッケー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 、ナイス。ちょっとナイスだけど、どうよどうよ、ちょっとどう、ちょっとどう、 50%。 ちょっとちょ待って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 、でやっぱポイズン、今援軍何入ってたんですかね、今何入ってました、今なんかアーチャーたくさん出てきたんでとりあえずポイズン打ったんですけど 60%。 やっぱりこの戦い最後にパーセントも重要となるので、よかった、パーセントもですね、まあ6割取れてればまあいいかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。じゃんじゃんチャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。